新型コロナウイルスワクチンの3回目の職域接種で、兵庫県内の企業でも本格的に接種が始まりました。このうち西宮市に本社を置く食肉大手のエスフーズは、今日から姫路市内の支店で新型コロナウイルスワクチンの3回目の職域接種を開始しました。エスフーズによりますと、ワクチンはモデルナ社製を使用し、接種の対象は社員とその家族のほか、肉牛の生産者などで、1000人分のワクチンを確保しているということです。今日はおよそ100人が3回目のワクチン接種を受けていました。家族とかも時間がかかったりするんで、早めに打てるってところでは安心できるので。自分で申し込んでって言ったら遅くなるので、早く打てるの嬉しいです、やっぱり。今市中に感染者が結構多いですけども、それを企業内に持ち込まない、一日も早くですね接種することによって、感染それからクラスターを未然に防止すると。エスフーズは5月下旬までに合わせて7回の接種日を設けるとしています。